はい、皆さんこんにちは。ボニリージャパンの西尾です。この動画は、我がよく知ってる、でももっと知りたい、そういった方や、最近ワインは分かってきた、でもどういう基準でワインを買ったらいいか分からないという方のための動画です。最後までご視聴ください。前回まで、ブルゴーニュの、地方名のお話をしました。白ワインの醸造、赤ワインの醸造とかをですね、お話しした中で、ちょっとあの行き過ぎた発言もありましたので若干訂正しときたいんですけれども、ブルゴーニュは、ピノノワール、粒寄りをしてるっていうんですけど、まあ房は寄ってるんですけれども、粒まで寄ってるっていうのはボルドーであって、ブルゴーニュはあまり粒は寄ってないようですね。ついついボルドーと一緒になりましたので、ボルドーの方はブドウの粒も大きかったり、そしてちょっと未熟の小さい粒もあったりして、それであの粒を寄ったりというのはあるんですけど、ブルゴーニュは結構まああの、房は見るんですけれども、そこにカビとかあったら、削ったりもう跳ねてしまったりするんですけれども、まあ実際あの加工を取り除いたら、そのまま仕込むと。特にあのプレスをしなくても皮が薄いんで、まあ、そのまま仕込むっていうのが、主流のようですね。さあ、前置きは長くなりましたけども、それでは今日はワンステップ上がりまして、ブルゴーニュの村名の話にします。もちろん1回では終わりませんが、白の方から話していきたいと思います。まあ、全体の生産量の中で半分ぐらいはですね、地方名のワインと言いましたが、白が結構多いのは、南の方の、マコンとかいう地方でですね、作ってる白が、結構、半分ぐらいあると。今度ですね、そのあのピラミッドの一つランク上に上がりましたら、村名ワイン。まあ、アペラシオンビラージュってフランス語で言うんですけど、村名のワインもこれ 75% ぐらい白ワインなんですね。ソンメロワインそんなに白があるんですかというんですが、これは実はシャブリーのですね、方で、作ってる白が非常に多いので、シャブリーをソンメに入れておりますので、あの非常に多い。シャブリーと、それからまあシャブリーの一級畑もそうなんですけど、合わせて3000ヘクタールぐらいあるんですね。ですから非常にあのシャブリは、白の大生産地でございます。で、普通のシャブリは前回の、時もお話ししましたように、北の方で取れるシャブリは結構お値段もブルゴーニュの普通の地方名と変わらないぐらいの値段で、逆にシャブリの一級畑っていうのが、ブルゴーニュの、村名、普通の村名よりまだちょっと安いかというぐらいの、値段の取引なんで、で、ブルゴーニュ、あの、シャブリのグランクリュー特級なんかは、まあ、ブルゴーニュの村名ちょっと毛生えたぐらいとかいう値段で収まっております。どうしてか生産量多いから、いうことで、シャブリはちょっとあの、普通のシャブリは今回はちょっとあの、抜きにしてですね、コートドールの方の、白の、産地のことで、村名のお話をしたいと思います。で、コートドールは、あの、二つに分かれまして、北の方はコートドニュイ。どうしたか、おそらく、ニュイサンジョルジュという町がありますので、ニュイサンジョルジュにちなんで、コートドニュイ。それから、南の方には、ボーヌっていう大きい町がありますので、コートドボーヌと。二つの地域に分かれております。コートドニュイに関しましては、モレサンドリの、村名の白とかいうのは一部の生産者も作っておりますが、まあ、ほとんどがですね、赤ワインの産地ですので、白の産地はコートドボーヌに、ほぼ集約されております。でもコートドボーヌの中でも当然赤ワインがありますので、白の産地はっていうと、それほど多くないです。で、有名な、村名は3つしかありません。1つがムルソーです。で、南の方に行きましたら、ムルソーの隣がプリニモンラッシェ。で、一番南の方が、シャサーヌモンラッシェ。というこの三つの村にまたがって、山の、斜面から日当たりのいいところでですね、白ワインのシャルドネが大変たくさん売っておりますし、世界最高のものが、取れると。
赤ワインの時でもお話ししますが、じゃあこの3つの、村の味はどう違うんですか、こういうふうに覚えておいてください。ムルソーが柔らかくて、でシャサーヌ・モンダッシュがミネラリティでシャキッとしていると。ということはムルソーとシャサーヌ・モンダッシュの間のピュリニ・モンダッシュはどうですかというと、その中間的な味というふうに覚えていただいていいです。最近はですね、ムルソーの中でも、少しあの酸味の効いたシャキシャキ感のあるムルソーを作るような生産者も出てきたようですけれども、基本的にはムルソーは柔らかい、で柔らかい分ちょっとこう酸が少ないように感じるので、樽熟成をよく効いたようなワインを作るのにあたって、反対側のピュリニ・モンダッシュはワインが引き締まってる、シャキッと引き締まってる。まあ、ミネラリティっていうのは塩気とか言うんですけどね、塩味がピリッと効いて味が引き締まってるという味で、ピュリリモンダッシュはややそのマイルドな中間的な味というふうに覚えていただいたらいいです。でもこのワインばっかり買うっていうのが非常に高級なんですね。ソムリエテストを受けるわけじゃないので、こういうワインは毎日飲めません。ですから、その山の斜面をちょっと越えた反対の方の、いくつかの村もですね、城は作ってるんです。ムルソーの近く、ピュリニ・モンダッシュの反対側と。それをちょっとご紹介したいと思います。この絵を見ていただいたら分かると思うんですけれども、ムルソーの反対側っていうのはここに、モンテリ・オクシー・デュレス・サン・ロマンっていうのがあります。で、もちろんこの3つの村は赤ワインも作ってるんですけれども、まあ白も半分か半分弱白も作っております。ちなみにムルソーは380ヘクタールぐらい、380ヘクタールぐらい白の栽培面積がある、あるんですが、モンテリの場合は約50ヘクタール、オクシー・デュレスは、もう50、サンドマンもう少し少ないぐらいというヘクタール数で白を作っております。まあ、この辺の白はですね、若い間はまあある程度あのスキッとした酸味があるんですけれども、もう数年経てば柔らかみが出てきてムルソーみたいな味になるというふうに、大体、地図が分かれば、解釈していただいたらいいと思います。そしてムルソーの隣のプリニモンダッシェなんですけれども、プリニモンダッシェの、ちょっとこの反対側、山を越えまして反対側、土壌が全く一緒なのに日当たりは逆ですよ。東向きの斜面から西向きの斜面なんで日当たりは一緒じゃないけれども、質がいいっていうのがですね、この三島番っていう村があります。これがもうタイプとしては柔らかすぎずシャキシャキしすぎずということで、特にこの、ピュリニ・モンダッシェのですね、マウラッカー、モンダッシェのマウラッカーで標高一緒、土壌一緒、日当たり逆というのがですね、フランスでも、注目されております。その一つの畑が、ダンドシアンという畑と、それからアンレミという、アンレミ、そうですね、アンレミ、アンレミリやったかな、アンレミというあの畑のこの2つがですね全く反対なので、非常にいい品質を、ここは一級畑なんですけど、でもその反対側にあの普通の三等番も作っておりますので、品質がいい。タイプはまあピュリニ・モンダッシェみたいな。でシャサーヌ・モンダッシェの方はですね、それによく似たというのがないんですよね。シャキ感のあるミネラリティでカチッとした口当たりっていうのがないので、シャサーヌ・モンダッシュを買わないと、しょうがない。もしくはシャサーヌ・モンダッシュ村で採れてる、平べったい斜面ではありませんが、まあ、ブルゴーニュ胡椒の、畑の飲めばある程度シャキッとした、感覚で、飲める。まあ、このぐらいしか白がない。唯一、例外がですね、このあのコートドボールのもっと北の方に行きましたら、あのコルトンという特級畑があるんですけれども、そこでコルトンシャルルマーニュという特級ワインを作ってるんですが、その特級畑を作ってるほとんどの村がペルナンベルジェレスという50ヘクタールぐらい作ってるんですけどね、ペルナンベルジェレスぐらい、ペルナンベルジェレスというあの、城があります。ここは結構あのカチッとした、シャサーヌ・モンダッシュに比べてちょっとこう比重の重い
ちょっとこうどしっとした、辛口の、白ワインを作ってる、場所です。まあこの辺がですねコートドールの、有名な村ですので、ムルソーが買えない方はオクシー・デュレスとかサン・ロマンを買い、ピュリーニ・モン・ラッシェに、予算がなければ、三等版を買うということをですね、念頭に入れて、ワインを購入されたらいいと思います。では残りの時間で、先日、言っておりましたブルゴーニュの、ピノノワールの、死因なんです、このコートドニュイとそれからコートドボーヌの、単なる何もないブルゴーニュだけの死因をちょっとこう今からして、そして今回の動画は終わりたいと思いますので、今からチャンネルを切り替えます。それでは今からブルゴーニュ地方名のワイン2つを試飲していきます。でヴィンテージが違うんですけれども、実はこっちのワインは輸入した時にちょっと破損がありまして、ラベルが汚れちゃったということで、つきたてのワインなんですけれども、2019年のブルゴーニュピノノワール、ここの生産者のブドウはコートドールの、ところのモレサンドニからの、ブドウを使っています。でこちらの方はですね、ブルゴーニュピノノワール、ですけれども、ここのはですね、シャサーヌ・モン・ラッシェ村、シャサーヌ・モン・ラッシェって白ワイン多いんですけど、赤も作ってますの、ところの、地方名の、平らな、斜面でない平らなところの、区画の、ピノノワール、そこから取れた2017年もんです。どういう比較をしたいかというと、年号が新しい、2017年、そんなに古いわけじゃないんですけど、2017年、それとコートドニュイ、コートドボーヌで、タンニンの出方がどう違うかっていうのをちょっと検証してみましょう。さあそれでは年号の若い方からいきますね。2019年、約3分ぐらい経ちました。さあどうでしょうか。ちょっと香り出てきましたね。このよくカリフォルニアとか他のところでジャミーなというんですけど、全然ジャムっぽいようなところがなく、非常にクリーンな綺麗な香りしてます。2018年は飲んで知ってるんですけれども、非常にまとまってるんですが、2019年はまだ樽の味と果実の味がきっちり、融合していない、混ざっていない印象あります。ですからこれをもう10分ぐらい後で飲んでみましょう。とりあえずこれは飲み切っちゃいます。色はね、ちょうどいいぐらいです。若さというよりは、ちょっと紫色落ち着いたっていう感じですね。このぐらいになるともう通常すぐ香りが出てきてます。非常にタンニンはソフトに作ってるんですけれども、基本的にタンニンは強い目です。コートドボーヌの特徴の赤っていうのは、存命のワインを今度試飲したらもっと顕著なんですけれども、やはり下にドッとこうちょっとやや比重の重いようなタンニンがあるのが特徴です。酸味の強い都市のようですね。ですからこちらとこちらを飲んで飲み比べたら、こっちはコートドヌイのワイン、こちらはコートドボーヌのワイン、素人さんではちょっと難しいかもしれませんが、ワインをちょっと知ってる人なら、どっちかっていうのは言い当てれると思います。どこの村かっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。やはり存命ワインでないと当てにくいとは思います。でも通常はお安く買える、買われないので、どちらもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで今日はこの動画終わっておきます。どうもありがとうございました。